なんだ、騒がしい。報告、商会殿が反乱を起こしました。生徒から戻った兵を従え、この宮廷へと攻め来ております。くだらん。青二歳のダダなど死や生にあやさせておけ。旦那様。なんだ瞬間。隠居で食い意地ばかり張ってしまわれて、今あの子たちは外星の最中、この洛陽には私たちしかおりません。ならば賊を撃つのは私たちの役目。よろしゅうございますね。やむを得んか。資料もなく暴れる愚か者め、この私がしつけてやるとしよう。あの青二歳は帝の身柄を確保する気だ。敵の薄い西側から玉座の間に向かうぞ。旦那様も隠居して久しいに、無茶して腰など痛められませんよ。私の存在を忘れるとは、ずさんな計画よ。この程度で天下をつかもうなど片腹痛いわ。スパイ殿だと？この巨匠の巨匠に兵器を渡すな。天下が遠のくぞ。抗うな。兵器は使う人間が寛容。貨幣で敵の要所を抑え、兵力差のある戦いの上等手段。商会は飛んだ青二三だ。この兵力使いこなせぬとは。愚かなことではありません。お金で私たちだけで対処できる。どうかお助けください。兵が商会に脅されて東の方へ。商会はすでに味方の身を確保して、まだ遠くへは行っていない。騙し出すぞ。古い人間が動き出していたか。化石がおとなしく地中に埋まっている。水を倒した力を誇示するのは、負けよう。自らの手で掴んでこその天下だろう。旦那様、発言が危ないございますよ。天下を散奪などと。芝居様、申し訳ありません。ヨーロッパの兵舎がすでに商会軍の手に。わざわざ自分の位置を知らせて進むと、このまま軟禁し、妖怪を追うぞ。何の暗地き騒ぎだ。判断するなら粛々と企てればいいもの。時代が変わったのでしょう。若い子たちは皆苦労知らずですか。まあ旦那様、そんなに大変って無理をなさって腰など痛められませんね。まあ旦那様、そんなに張り切って無理をなさって腰など痛められませんね。こんなところに渋い様か。ここは渡さぬぞ。道路を抑え、士気を上げるのは基本。私がそれをせずにいるわけがあるまい。すごい。
いではないか。よく来た。早くこの逆賊を何とかするのだ。どいつもこいつも私の邪魔をするな。踏み台にする。全てを手に入れるためのな。